モグラ科は、哺乳更新無毛鳥目に分類されるとが、ヨーロッパ、アジア、北アメリカ南半球では確認されていない。中国語では、ネズミ、ネズミ。また、学名、は月締めのモグラネズミを指す。ロシアデスマンでは、東道町18から21.5センチメートル、尾長17から21.5センチメートル。品ミズでは、 体長6.3から9ートお尾長2.6から4 5トル体型は細長く、円筒形。モグラ類は、短い体毛、ヒミズ類は、粗い体毛と下毛デスマイン類は防水性の密な下毛と、油質の上毛で覆われる。目は小型で、体毛に埋まり、地中海モグラなどのように皮膚に渦漏れる種もいる。明度はわかるものの、 四角はほとんど発達しない。秘密類の一部を除き自戒はない。花面は長く感情で、下唇よりも突出する。花面には触レゲを除いて体毛はなく、星花モグラでは分担に肉質の突起がある。モグラ類は、前肢が外側を向き大型かつほぼ円形で、五本の爪があり土を掘るのに適している。これらは、地下で穴を掘って、 暮らすための適応と考えられる。また、前足は、下ではなく、横を向いているため、地上では、あまりうまく扱えない。デスマン類では、前肢の指に半分ほど、後肢の後の間には、水かきがあり、指跡に合毛が生え水をかくのに、適している。触覚が発達し、鼻面や、尾などに触れ毛がある。陰形は後方に向かい、陰能がない。 以前は食中目インセクティバラに分類されていた。分子系統学的解析から食中目をアフリカトガリネズミ目、トガリネズミ形目ソリカモルフォーハリネズミ形目、エレナッチアモーフォに分割する説が提唱され、本家はそのうちトガリネズミ、形目に分類する説が提唱されたこともある。以下の分類、A 名は MSW3、ハタラー。 二千号に従う。和名は、川た2二千十八、に従う。主に森林や草原の地中に生息するが、デスマン類は、水星で、河川や湖に生息する。単独で生活し、それぞれの個体が縄張りを形成する。星花モグラは、陶器に死友が一緒に生活することもある。主に、周期行政で、ついたちに複数回の活動周期がある。 種が多いが、デスマン類は、夜行性傾向が強い。主に昆虫、ミミズなどを食べる。デスマン類は、魚類や、両生類などの大型の獲物も捕食する。食物を蓄えることもある。年に一回だけにから七頭の幼獣を産む。多くのモグラは地下にトンネルを掘ってその中で生活する。モグラが、地表付近にトンネルを掘った時に、 その土が地表を押し上げられて盛り上がった後を、もぐら塚という。ただし、秘密のように地表で、落ち葉の下に浅い溝を掘り生活している種もある。あずまもぐら分類には、移設もある。すべての種が、日本固有種とされる。もぐら持ちと漢字を当てられることが多い。北海道を除くほぼ全国で、都市部以外では、人家周辺でも普通に、もぐら塚が見られる。 例えば、都心の孤立した緑地である皇居でも、吹き上げ御所に、アズマモグラが生息している。日本のモグラ類は、あまりモグラらしくないモグラであるヒミズ類と、その他の新生モグラ類とに大別される。ヒミズと姫秘ヒミズは、森林の落ち葉や、腐食層の下で暮らすが、動きが、素早く、しばしば地上にも現れる、半地中生活者である。 二族五種の新生モグラ類のうち、神戸モグラは西日本に、アズマモグラは主に東日本に広く分布する。両者の生息域の境界線は中部地方にあるが、やや大型の神戸モグラが少しずつ東側に生息域を広げつつある。これは、先に大陸から移入したアズマモグラが日本全土に生息域を広げた後に、新たに大陸から移入してきた。 神戸モグラが闘神しているためとも言われる。一方、アズマモグラ以前の先住者と言われる、コモグラ、ミズラモグラなどは生息域が減少し、産地などに隔離分布するようになってきており、それぞれに程度の差はあるものの、絶滅が危惧されている。毛皮が利用されることもある。イギリスでは乗馬用ズボンベスト、婦人用コートなどに利用された。農業やゴルフ場などでは、 外獣とみなされることもある。農地開発、水質汚染、毛皮用の乱獲などにより、生息数が減少している種もいる。ありがとうございます。